静電気すごい。静電気すごいですよ。こっちにコードを通してです。じゃあもう一度拍手お願いします。まず一言ご挨拶お願いします。ルイさんお願いします。あのブロビットのリュウジです。あの今ニコ生コメントこっちで見れるんですけど、はい、司会の人わらわらわらって書いてます。すいません、もう触れないでください、司会は。はい、よろしくお願いします。はい、ハクエさんお願いします。はい、プロデューサーのハクエです。よろしくお願いします。あと一応あのさっき触れてもらったんですけれども、今日は、ザ・ブロビブロビート応援特番で、ニコ生の中継を、しておりますので、ちょっと、ユーザーの方にもちょっとお二人からご挨拶お願いします。はい、司会の人面白いって。いや面白くないですね。ちょっとそうですね、はい、ちょっと弱いんで、そう、こういうのに弱いので、はい、カメラあの辺ですか。リュウジです。お願いします。保護者の白衣です。はい、お願いします。はい、ということで、早速、トークライブ4回目を迎えまして、ラストでございます、ね。ラストです。はい。はい、今日先ほど、会場の皆さんにも盛り上がってくださいと、はい、言いましたんで、はい、最後、弾けていければと思ってます。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、早速なんですが、昨日ライブ名古屋で行われまして、はい、もう3回目のライブですね。そうなりますね。はい、まあ、回数を、こなすにあたっていろいろこう変わってきたと思うんですけれども、はい、パフォーマンスの方も、はい、ちょっとその感想をちょっとまずリュウジさんからお願いします。はい、3回目のライブを迎えたんですけど、こう回を増すごとに、見に来てくださる方たちの熱量もどんどん上がっている感じがして、非常にこうこちらとしてもやりやすくて楽しいライブでしたね、昨日は。はい、昨日ライブ来た方も結構いらっしゃるみたいなんで。あ、本当ですか。はい、あ、どのぐらいいます。あ、結構いらっしゃる。え、あのニコ生見てる方でライブ来たよって方どのぐらいいます。あ、ちょっと出てますね。はい、白衣さんはどうですか。逆に俺高いな。ちょっと俺も高い。これぐらいですか。そのぐらいでいけ。これですね。ライブは本当に仙台、大阪、名古屋と、はい、ツアー3本、無事終わったんですけど、リュウジ君にとっては初のバンドでのツアーなので、本当に、どこまでできるかはもうやってみないとわからない状態だったので、絶対ちゃんとやってくれると、いいライブやってくれるという信頼はあるんですけど、でもそれでも結構ドキドキしましたね。なんか自分のライブとはちょっと違う緊張感があって、でも一本一本やっていくうちに、なんかリュウジっていう、ロックバンドのボーカルがどんどんなんかそのスタイルが少しずつ積み重なっていくような気がして、とても良かったです。はいはい、あとお客さんが素晴らしかったですね。ですね。はじ、い、け、はじ、はい、はじけてる感じですね。これからです。あ、これから、はじけてないですね。いや、ちょっとまだまだこれから頑張ります。了解です。で、ライブではね、お二人のデュエットも、はい、絡みもあり、レコーディングとかで、でも、お二人でパフォーマンスやると思うんですけれども、実際のステージで白衣さんとのパフォーマンス、絡みっていうのはどういう感じでしたでしょうか。その感想というか。あ、ライブ二人で絡む時ですか。はいはい、でも強制
あぶね。なんて言えばいいんだろう。まあ実際感想と言いますか。危ない危ない、完全にネタバレするところでしたよ、俺。なんですかね、非常に翻弄されるやつがあるんですけど。翻弄ですか。はい、それがドキドキしますね、やっぱり。ハクエさんはどうですか、間近で一緒にパフォーマンスをして。そうですね、キスしてたって書いてあるそんな感じですね吸い込まれてしまうので、もう台本とかないので、まあ、バンドのライブってもう曲順しかない、なくて、あとはもうステージ上のメンバーとの呼吸だったりとか、そのファンの皆さんとの空気感だったりとか、そこでどん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 変わっていくのがバンドのライブで、だからこそそのスリリングな感じがバンドの良さだと思うんですけど、でそういうことが今回のツアーはちゃんと表現できているような気がします。はい、はい、で仙台ではね、ルリさんの誕生日でライブやられて、でそこで誕生日を迎えられたんですけども、大阪でも名古屋でも、はい、白栄さんが、ロックスターリュウジの誕生ということで、はいはい、マイライブ、ボーカル前のシャンパンが用意されてるんですけれども。そうですね、きついとはおっしゃってましたが、きついっていうか、その強炭酸なんですよ、シャンパンって。ちょっと未成年の方いらっしゃったらあれなんですけど、強炭酸なんですよね。だからいわゆるあれですよね、コーラ一気飲みして山手線一周言いますみたいなやつの気持ち分かりますよね、うん、そうそうそうきついですね、それは。もうちょっと、はい、昔とあるバスゲームで、はい、コーラ一気飲みしたことあるんで、はい、すごい共有できます気持ちが。はい、はい、すいません。それはそれは。ということで、はい、仙台で本当誕生日だったんですけれども、そうなんですよ、サプライズがありまして、仙台はですね、本当に誕生日を祝っていただきましてですね、はい、白栄さんに祝っていただきまして、アウターを一着もらったんですよ。はい、まだちょっと生放送の方見てない方もいらっしゃると思うんで、今持ってきたんでお見せしようかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、コメントが、俺と白栄さんよりも司会の人の割合が、そうなんだよね、高すぎるんですよ。司会の方面白いっていう。そんなことないと思いますよ。そんなこと、そんなことないと思うんですけどね。そんなことはなんちゃってね、なんちゃってね。はい、これをいただいたんですよ、白栄さんに。見えますかね。ライダース風の、なんだろう、そうなんです、チェックとレザーの切り替えのジャケットです。今日も普通に、今日もっていうか名古屋に来てきて、本当にこのままこれを着て東京に帰るって感じなんですけど、相当使い回させてもらってますね。いやでもね、嬉しいですね。サイズもぴったりだったようですし。そうですね、ありがとうございます。本当はフードがあったんですけど、はい、昨日フードがついてる服着てたんで、フード取れるんですよ、これ。そうですね、フードを取ってみたいな感じで頂戴いたしました。あ、ちなみにニコ生を見てる方で、存じ上げない方、知らない方もいらっしゃると思うんですけど、こちらの洋服、ブランド名がです。わかりましたか。はい、わかるの今ので。見えました。あ、見えました。あ、別に見えてもいいんだけど。はい、はい、グッチのジャケットいただきました。愛用されてるってことですもんね。今言いましたね。これね、来てくれたんです。ずっと、いや、もう大阪でもずっと。はい、本当、司会の人面白いよね。なことはないです。はい。じゃあ、ちょっとこれは、ダビーさん、今、
着なくても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、着て帰りますんで、はい、さあ司会者不在。いや、司会者さんが、はい、すいませんということで、はい、まだまだ、まあここに来てる方はもちろん当然、アルバムの方は、当然持ってらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっと、先ほどはツアーの話をしたんですが、レコーディングのちょっと話をお聞きしたく、はい、まあ、お二人で作詞作曲されたりとか、はい、まあ、レコーディング中のこうちょっとエピソードとかあればちょっとお聞きしたいんですが、はい、なるほど、はい、レコーディング中のエピソード、あー、レコーディングが8曲ぐらいに対して7日間だったんですね、はい、だからどれか1日だけ2曲取ってしまえばあと楽だねっていう話を白衣さんとしてて、うん、はい、まあ、1日1曲ペースぐらいでいけたら、はい、まあ、結構あの丁寧に取れるので、そうですね、って言ってたら3日4日風邪ひいて声が全く出なくなりまして、ドタバタだったぜっていう話。初日は取れたんだっけ。初日取れました。初日2日目が確か日本取って、はい、初日に、そうですね、いきなり日本取って、2回目3回目のレコーディングでもうダメ、声が出なくて、そうなんです、スカーレットシンドロームが全く出なくなって、その時あれなんですよね、白衣さんがたまたま大阪に、あ、そうそう、あのいらっしゃって、そう、大阪でライブがあって行ってて、で帰りの新幹線で撮れましたっていう連絡エンジニアから来て、はい、分かったと思って、でも俺戻ってそのまま行ったよね、はい、スタジオ行って、ありがとうございます、で待って1日2曲ペースぐらいとかに、まあ、後半になったんですけど、でもそれでも順調に撮れましたね。いや、よかった。なんとかこう初めての本格的なレコーディングだったと思うんですが、はい、こうアルバムの、はい、こう、はい、音楽的な、はい、ブロビートとして、ブロビートとして、はい、そうですね、ブロビートとして、はい、そうです、知らないんですか、あの刀剣乱舞っていういやいやブロービートとして、舞台ブロービートとしての、ね、本格的なレコーディング多分してるんで、ブロービートとしてのってことです。ちょっと主語が抜けれました。はい、白衣さんどうですか、こうスタジオでのこう、はい、いや、ぶっちゃけそのエピソードが、今お話ししたエピソードがあったので、やっぱりきっとその刀剣乱舞も素晴らしいんですけど、はい、ブロービートとか結構キーとかギリギリ攻めて作っ、まあ、テンションとか大事なので攻めて作っていて、でそれで喉やっちゃったから、ツアーが本当心配でしたね。なんですけど、もう始まってみたらもう全然声が、喉が強くて、でレコーディングの時よりも歌うまいんじゃないかなと思うぐらいあのライブの歌がかっこよくて、いや、ほっとしております。そこら辺どうですか、ゆりさんは。いや、本当にでも自分自身でもかなり心配というか、相当久しぶりに緊張してたんで、でだからさっきも言いましたけど、その見に来てくださってる方たちがどういう感じなのかなっていうところもあって、それも全く未知数だったのであれだったんですけど、すごい盛り上がってくれて、それに助けられたかなっていうところもありけり、はい、はい、わかりました、はい、ということで、ちょっとここでは今、レコーディングライブキット話を聞いたんですけれども、後ろにスクリーンありますようにミュージックビデオも撮影されておりまして、はい、ミュージックビデオの、DVD に入ってない未公開の映像をちょっと、お二人見ていただいて